厳しい残暑が続いています。コロナ禍でマスクと過ごす2年目の夏、せめてマスクの色くらいは自由に選びたい方が多いのではないでしょうか。しかし黒いマスクはおしゃれだけど熱中症が心配だから使わないという人もいます。実際はどうなのでしょうか。太陽光には様々な波長の放射エネルギーが含まれていて、白い物体に当たると多くが反射され、黒い物体に当たると多くが吸収されます。吸収された太陽光は熱エネルギーとして取り込まれますので、黒に近い色ほど熱を持ちやすくなります。白いマスクを使う人が多いのは熱中症を避けたい思いから無意識に反射率の高い色を選んでいることも一因だと思われます。ここからは白マスクと黒マスクの日照実験を見ていきましょう。屋外で白マスクと黒マスクの表面温度を測ったところ、炎天下の強い日差しの下では約12度の差がありましたが、風や湿気を測定条件に加えるとその差は著しく縮まりました。風速2メートルの風があった場合、温度差は約6度に縮まり、さらに風速3メートルの風があった場合、温度は約1度にまで縮まりました。黒色など濃い色のマスクをつけた時に白いマスクより暑いと感じることは実際の生活ではほとんどないと言えます。マスクの色の選択は自由ですが、炎天下では熱がこもりやすくなりますので、マスクをしたまま負荷のかかる運動や作業をしない、意識して水分を取る、人と距離が保てる時にはマスクを外して休憩をするなど対策を行いましょう。まだまだマスクの手放せない日々が続いていきます。こうした注意点を守りながらカラフルなマスクを楽しんでみてはいかがでしょうか。